はい、どうもキラです。今回は新しく実装されたハレとコタマのキャンプバージョン、この2人を引くべきかどうかについてお話をしていこうと思います。はっきり言ってめちゃくちゃ強そうな2人なんですけども、ちょっと使ってみて欠点なんかも分かってきましたので、それも含めてお話をしていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、まずハレとコタマを引くべきかどうかなんですけども、基本的には引くべきキャラクターです。これから3周年の限定だったり正月の復刻などの限定も来る状況を考えると正直厳しいと思うんですけど、この2人いない方がなかなか厳しい場面はあるかなと思います。でどっちを優先したらいいかといったらハレですかね。ただコタマもめちゃくちゃ強いです。まずハレはいろんなコンテンツで使えるキャラクターなので、汎用性が高いサポーターとして持っておかないとどこかでしんどい思いをするのは間違いないですし、コタマのキャンプに関しては総力戦ホドやワカモで大活躍をする性能になってます。で今まで CC 状態を与えるカヨコや水着の知性といったキャラクターもいるんですが、それを凌駕した性能になってますね。まあ、知性に関してはねちょっと範囲で当たるんで一概に超えてるとは言い難いんですけど、総力戦ほどに特化したキャラクターとしてかなり完成されています。なので汎用性で考えてハレを優先、総力戦ほども頑張りたいという方はコタマのキャンプも引いた方がいいと思います。ただ向上キャラではありますので、どこかで出る可能性はありますので、それにワンチャンかけてスルーというのも一つの手ではあると思います。まあ、そう都合よく出てくれればいいんですけど。それでは2人の性能を細かく紹介しようと思います。はい、まずコタマのキャンプバージョンからいきましょう。プロフィールはこんな感じになってます。普段とは違いポニーテールでめちゃくちゃ可愛いですね。少しだらしない感じで髪の毛がぴょんぴょん跳ねてるのも逆に可愛いと思います。そんなコタマですが、ストライカーのサポーターのキャラクターとなっておりまして、攻撃タイプは貫通、防御タイプは重装甲、ポジションはミドルのキャラクターとなります。戦地適性は屋外戦が S、 市街地戦が B、 屋内戦が D となっております。引きこもりに見えるんですけど屋内戦が D なんですね。そしてコタマは EX スキルで敵に CC 状態を長時間当てることができるキャラクターとなっておりまして、 CC 状態といえば総力戦の水着の若者や総力戦ほどで使える内容になってます。そして攻撃タイプ防御タイプから見ると総力戦ほどに最適な相性になってますので、おそらく総力戦ほどを意識した作りになってると思います。まず EX スキルですが、敵1人に対して攻撃力の 906% 分のダメージ、そして混乱状態、これ新しい CC 状態ですね、直方岬から追加されているんですけど、今までは恐怖、挑発、気絶、この3種類の CC 状態しかなかったんですが、この混乱状態というのが追加されました。混乱状態になった敵は同士打ちを始めるという CC 状態ですね。でコタマのすごい点はこれを 11.5 秒間も与えてくれるというところがすごいところです。この秒数分だけメリットのある総力戦のボスが総力戦のほどや水着の若もですね、これが長ければ長いほどいいです。で今までですね、カヨコや水着の知性を使用して総力戦ほどは攻略されてきたわけなんですけども、最近流行りとしては水着の知性が流行ってます。なぜかというと陰線以降敵に15秒以上の CC 状態を当てると一発で相手の被ダメージが上がる状態になりましたので、その15秒を超えられる知性がめちゃくちゃ強かったわけですね。まあ、愛用品で化けた感じになります。ただトーメントになりますとそれが15秒ではなく20秒になりますので、そこでまた一つの壁があったわけですね。まあ、全然届かないんですけど、でこのコタマの 11.5 秒間をネックレスの補正の CC 強化力を計算しますと、なんと 15.87 秒ということで、陰線員の15秒という壁はこの時点で超えます。そしてネックレスの T8 を装備してかつ固有武器星2になりますと、なんとトーメントの大台である20秒も超えてきます。なので現状で唯一ワンパンでトーメントのほどのゲージを一周させられるキャラクターということですね。まあ固有武器星2は必要になってきちゃうんですけど、なので完全に総力戦ほど特化になってますので、トーメントを頑張りたい方、トーメントを楽にクリアしたい方なんかはコタマは必須になってくるんじゃないでしょうか。しかもコストも6でね、ウイや正月の風化を使えばコストを半分にして3コストで使用することができます。コタマのスキルは本当にこれにつきますね。そしてノーマルスキルは45秒ごとに自身を除く味方1人と自身の攻撃力を 11.3% 増加、35秒間
ただこれはねちょっと倍率が低いのでおまけ程度だと思った方がいいです。パッシブスキルは自身の攻撃力を 26.6% を増加、サブスキルは敵を攻撃した時に攻撃力の 45.8% 分の追加ダメージが常に入る感じになります。元の攻撃力はそんなに高くないので、まあ、火力にそこまで貢献はできないと思うんですが、なんせ EX スキルの秒数がすごいので鼓動を頑張りたい方はコタマのキャンプは持っておいた方がいいでしょう。そして固有武器星2でね、この CC 強化力が固定値27増加することから秒数が増えます。あとコタマのいい点としては防御装備がバッジなので回避値もそれなりにあって、かつ HP も高いというところも本当にいいところですよね。やはりストライカーが落ちてしまうっていう問題があって、その介護にコストを使わなければいけないというのが少しでも解消されるのは非常にいいところです。まあ、そんなこんなでコタマは分かりやすく総力戦ほどを戦うには必要になってくるキャラクターですね。はい、次にハレに行きましょう。キャップをかぶってポニーテール、めちゃくちゃ可愛いですね。ブルーアーカイブの着せ替えは本当に分かってると思います。そんなハレですが、ストライカーのサポーターのキャラクターとなっております。攻撃タイプは爆発、防御タイプは軽装備、戦地適性は屋外戦が得意な S、 屋内戦が B、 市街地戦が D となっております。正直防御タイプさえ噛み合えばいろんな総力戦やコンテンツなんかで使えるキャラクターになります。汎用性がめちゃくちゃ高いバッファーのキャラクターですね。はい、まず EX スキルですが、コストはたったの2コスト。自身を除く味方1人に対して攻撃力を 80.4% 26秒間増加。さらに自身にホクホクの焼き芋を5個付与、最大15個まで重複。焼き芋の説明は後でするんですけど、たったの2コストで味方1人の攻撃力を 80.4% も増加できる強スキルになってます。しかも秒数は26秒間と長いですね。そのためスペシャル枠から 105% のバフをしていたコスト3コストの決まりのスキルと比較をするとよりコストが少なく使いやすい印象になります。でパーセントがねちょっと下がってしまうんで、まあ、ひまりの方がいいかなと思われがちなんですけども、ノーマルスキルも50秒ごとに攻撃力の増加、まあ、円形は狭いんですけど 24.3% も増加できますので、合わせれば 104.7% の増加ということで、ひまりに匹敵する攻撃力のアップができます。でただメリットばかりでなくちょっとデメリットがありまして、このデメリットが結構でかいんですけど、発動までの時間がめちゃくちゃ長いです。EX スキルを打った後3秒ぐらい経ってからようやくバフがかかりますので、今まで攻撃スキルを使った直後にひまりのスキルを後掛けして攻撃力アップをそのスキルに乗せたりっていうのをやっていたと思うんですけど、ハレのキャンプに関しては後掛けが間に合わないキャラがほとんどです。発動が遅いメイドのアリスですら間に合わなかったですね。ミカだったら最後のドカンのところには間に合ったんで、まあ、使えなくはないと思うんですけど、まあ、基本的には EX スキルは先駆けの前提ですね。ただコストはたったの2で打てるので後掛けをしなくても十分に使えるスキルだと思います。ただ後掛けはねちょっと基本的にできないというのはデメリットとして覚えておいてください。そして当然ですがひまりと重複しません。まあ、これ重複したらえらいことになっちゃうんでね。ただ春のキャンプが実装されたことにより決まりを外す選択肢が今までほとんどなかったのが、その選択肢ができたというのもでかいですし、その代わりに水着の白子を入れれば初期のスキルのコストも下げられて敵の防御力も下げつつ彼の攻撃力アップを使って戦術の幅が広がるという点もすごくいいところですよね。で1部隊で考えてもこれだけ強そうなので2部隊クリア3部隊クリアの時はもう彼は本当に役に立つと思います。さらに攻撃力のバフが長時間にわたることから攻撃速度を上げて長い時間にわたってダメージを与える系の応援団の歌葉や水着のののみといったキャラクターとも相性が抜群なのも本当に素晴らしいところです。もういいところを上げ出すとねキリがないんですけど、一応デメリットとしては後掛けは不適合というところですね。まあそれを考えてもめちゃ強いです。そしてパッシブスキルは攻撃力の増加、これはおまけって感じですね。自分の攻撃力ももともと強くありません。でサブスキルですが EX スキルを使うと5個ホクホクの焼き芋を自身に付与していたと思うんですけど、それを消費してダメージを与えるスキルになります。通常攻撃を1回するごとに
ホクホクの焼き芋を消化して攻撃力の 98% 分の追加ダメージを与えることができます。もともとのダメージそんなに高くないんでね、ちょっとおまけ程度だと思うんですけど、一応通常攻撃の火力がホクホクの焼き芋の数だけ上がります。そして固有武器星2になりますと、バフ効果持続力を1900増加となっておりまして、これはバフの効果を1900ですと 119% 増加するというものになってます。つまり EX スキルは26秒間なのが 30.94 秒になりますし、ノーマルスキルの30秒間も 35.7 秒になります。元の数字が大きいのでこの恩恵もかなりでかいですよね。 80% 以上の攻撃力アップがなんと30秒間以上続くという固有武器星にもかなり効果がある内容になってます。以上のことから彼は今現状の1軍にも入り得る可能性もありますし、2部隊3部隊の攻略になった時にはほぼ必須級になってくる可能性もあります。で、軽装備なので相手が貫通攻撃だと戦いやすいので、総力戦ビナーとかで使えるかもしれませんね。そしたらスペシャルのひまりの枠が開くので、そこに水着のシロコを入れて敵の防御を下げて完璧な流れになります。まあ、何せよ戦略の幅はぐっと広がりますので、彼を持ってる持ってないでクリアの難易度が変わるものはかなり多くなりそうです。はい、ということで今回はハレとコタマを引くべきかどうかについて説明をさせていただきました。正直限定でもおかしくないぐらいの性能になってます。めちゃ強いですね。ただ向上ではありますので、ワンチャンにかけてするというのも乙女はしませんが、かなり強いので基本的には引くのをおすすめします。ということで今回はこの辺で、いつも高評価やコメント、動画の共有での拡散もありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。